マイクロファイナンス、マイクロファイナンス、マイケロフィアナンスは貧困者向けの小口、マイクロ金融、ファイナンスの総称。マイクロクレジット、小口融資のほか、マイクロインシュアランス、小口保険など様々なサービスがある。ここではマイクロファイナンス機関のことをムフィース、マイケルフィアナンスインスティテューションスと呼ぶ。他の金融と比較してマイクロファイナンスの特徴として、 貧困緩和と事業収益の両方を追求していることが挙げられる。一般の銀行は担保や客観的な信頼がある富裕層のみに貸し付けを行っている。貧しい人々は自分の仕事に必要な少しのお金を得るために広害な金利にもかかわらず非合法な氷菓子を頼る子しかできない状況であった。貧困者にお金を貸すことで彼らの自立をサポートし、 貧困の削減という社会的課題の解決に貢献できる。例えば、グラミン銀行では銀行員が毎週集会を開き、お金の使い道や返済の計画について個別にアドバイスを行う。こうした取り組みによって貧しい人々は具体的な方法を知り、借りたお金をもとに家畜の飼育や竹細工の制作、食料品の販売などを営むことができる。 そのように自らの手で生活の水準を上げていくことで返済が可能にり、貧しい人たちも信頼できる借り手となっていく。グラミン銀行の返済率は実に98%に達している。融資返済融資返済というサイクルを通じて事業の持続可能性という経済的課題をクリアしていることももう一つの特徴である。古くは フランシスコ会の修道士たちの信心深い行いが15世紀にモンテスピエタティスを設立することとなり、その質屋がコミュニティ内での有志の礎となった。同じくヨーロッパで1849年にプロイセンの市長であったフリードリヒビルヘルムライファイゼンがラインラントで初めて預金と貸し付けを行う信用共同組合を設立した。 それは預金サービスを貧しい労働者や銀行から排除された人々に提供するものであり、集められた預金は他の顧客への貸し出しへと当てられた。その手法により相互扶助組織とも言われた。このような相互扶助は1941年頃から徐々に広まり、スペインのバスク州ではモンドラゴン共同組合企業を中心に異例の発展を見せた。モンドラゴンの例はさておき、 こういった組織や機関は、ヨーロッパや北アメリカで、前述のような基盤をもとに発展し、第二次世界大戦後は途上国、特にアフリカにおいて広まった。しかしこの頃はまだ預金サービスが中心であり、貸し付けは限られていた。60年代70年代には、独立を果たした多くの途上国政府が農民への貸し付けの必要性に気づき、 農業への融資を目的とした公的な銀行が多くの国で設立された。しかしこの試みはすぐに困難に直面し、政治的圧力による運営管理や法外な金利の設定、資金繰りの行き詰まりなどの理由により、数年後にはほとんどの銀行が消えてしまった。70年代後半にはより進歩したマイクロファイナンスがラテンアメリカやアジアで生まれた。 1975年には、バングラデシュのグラミン銀行が登場し、貧困者はローンを返済するだけでなく、高い金利も支払えること、そしてムフィースは、資本コストを賄えることを示した。1980年代の終わり頃から、マイクロファイナンスの試みは増加していった。1986年に作られた、ボリビアの NGO、プロデム、 ファンデーションパラ LA プロモスンワイディーション YD サロロード LA マイケロエンプレイスサは1992年にマイクロファイナンス事業を切り離しバンクサルという名で知られているバンコソリーダリオ SA を銀行として系列化することに決めた。これはマイクロファイナンス産業の始まりである。1990年はマイクロファイナンスにとって絶頂期であったとも言える。 資金面での持続性が大部分のマイクロファイナンスのプログラムにとってクリアすべき条件となった。多くのムフィースがそのサービスを標準化し規模の経済を実現するために顧客数をどんどん増やしていった。ムフィースの商業的な成功は貧しい人々の本当の要求に応えたということを証明したともいえ、利益を出せるムフィースの出現は 公的であれ私的であれムフィースへ投資する機会を増やした。2000年に入る前にはある程度の成熟期を迎えたマイクロファイナンスに最初の困難が待ち受けていた。急激に成長したムフィースは資金面でのバランスを取る必要に迫られ失敗に終わることも少なくなかった。ムフィースの不安定さとそれを強化する必要性が現れてきたのである。今までは 顧客はお金を得れば、それで満足していたが、だんだんとムフィースのサービスに不満を持つようになった。そうした不満や要求に応えるため、送金やマイクロ保険などの様々なサービスが開発されていったのである。貧しい家庭の主として女性に小口のお金を融資する機関。様々な形態の機関がある。例えば、グラミン銀行のような特殊銀行であるもの。 完全な商業銀行であるもの、NGO であるもの、等である。マイクロファイナンスインスティチューション、ムフィの貸付利率は月に2から7%である。日本などに比べれば高めの利率水準だが、融資対象者の信用調査や回収を行うためには、機関の職員が直接訪問する必要があるなど、非常にコストがかかる。そのため、貧困の削減とともに、 事業の持続可能性を重視するムフィーがこうしたコストをまかなうために、上実のような利率が必要不可欠なのである。さらに、もしムフィーがない場合には、女性たちが融資を求められる先は、銀行等が利用できない、以上、非合法の氷菓子などしか残されていない。長期にわたって安定的かつ低利率の融資を求めている彼女たちにとっては、上実の利率の方が、 はるかにリーズナブルで魅力的である。従来、マイクロファイナンス機関への支援は国際機関や政府系開発銀行等からの公的援助資金で行われていたが、日本でも政府開発援助が年々減らされているように公的援助資金には限界がある。そのため、急成長するマイクロファイナンス市場にその資金供給が追いつかないという、 新たな問題が生じている。そこで登場したのが、マイクロファイナンス投資ファンドなど、マイクロファイナンス投資ビークル、m i と言われる仕組みである。ムフィは、m i を通して、資本市場から資金調達を行い、先進国の投資家たちは m i への投資を通じて、ムフィに資金提供ができる。m i は、途上国のムフィと先進国を結ぶチャンネルである。m i の登場により、 従来からのドナーに加え、社会的責任投資家から、年金基金などの機関投資家、ヘッジファンドまで、実に多様な投資家がマイクロファイナンス市場に参加できるようになった。成功したマイクロファイナンスモデルの持続可能性や収益性が認められた結果、ここ数年でその数は一挙に増え、現在は世界に約90以上ある。2007年には初めて、 マイクロファイナンス投資総額に占める民間資金の割合が国際金融機関からの資金割合を越した。しかし、この投資の中心は欧米各国であり、日本で作られたファンドはなく、国際協力機構、JICA や国際協力銀行、JBIC といった公的機関を含め、これまで日本からこれらの投資への参加はほぼない。年月日に、 日本初のマイクロファイナンスファンドが募集開始となった。このように貧困解決を目的として華々しく登場したマイクロファイナンスであるが新規参入者が大幅に増加した2007年頃から方向性が大きく変わりつつあり様々な問題点が浮き彫りとなってきた。弱者の味方であったマイクロファイナンスは膨大な利益を上げる事業に変貌し 急成長を遂げ始めた。2007年にメキシコのマイクロファイナンス業者、コンパルタモスバンコが4億6700万ドル規模の IPO を行った際、事前事業としてのマイクロファイナンスを支持する人々から非難を受けた。主な批判者にはマイクロファイナンスの創設者の一人であるムハマド・ユヌスも含まれる。批判者の中にはコンパルタモスバンコが貧困者に 年率100%以上という小売り菓子と何ら変わらない金を貸していると非難している。コンパルタモスバンクを支援している慈善団体は IPOO による事業拡大はマイクルファイナンスに資金を集めるためには不可欠であり、集まった資金による事業拡大が結果的に金利を下げる方向に向かわせるとしている。また、ユヌス自身が創業し、 マイクロファイナンスの中心的存在であるグラミン銀行自体も常実の通りバングラデシュにある他の小売が事業者に比べて金利が低いのであって先進国における金融取引にかかる金利と比較しても決して低いとは言えない。ユヌスはマイクロファイナンスで利潤を得ることは否定しないながらも事前事業という本質からそれて大儲けを狙う業者を厳しく非難している。 2010年8月には、インドのマイクロファイナンス最大手、SKS が163億ルピー規模の IPO を行っており、出資者の中には著名な投機家として名高い、ジョージ・ソロスのファンドも出資するなど、マイクロファイナンスは、うまみのある事業として、機関投資家、投機家から注目を集めている。多くの業者がマイクロファイナンスに参入したものの、中には、 実態が、旧来の氷菓子と何ら変わらない悪質な業者も存在する。インドの貧困州の一つで、マイクロファイナンス事業が活発な、アーンドラ・プラデーシュ州では2010年3月1日から11月19日までに、マイクロファイナンスによる借金などを国70人余りが、自殺を図た。たまりかねた、同州政府は10月15日、個別訪問による取り立ての禁止。 貸出金利の上限設置、週1回の返済期日を月1回に制限、返済は政府指定場所のみで行う、など悪質な再建回収業者に対する規制に乗り出した。こうした悪質な業者は、マイクロファイナンスの皮をかぶり、借り手の返済能力を調査することなく高金利で有し、返済が滞ると過酷な取り立てに走るなど、氷菓子となんだ変わらないものが多い。 立場ののの弱いい債債務務者者者は返済のため次々にに別の業者から借り、結果的に多重債務者となっている。また、アーンドラプラデーシュ州政府による規制により、マイクロファイナンス業者は貸出金利を引き下げざるを得なくなり、同州のマイクロファイナンスによる融資総額約20億ドルの返済は質的に停止した。これにより、 マイクロファイナンス関連業者の株価がのきなみ下落した。ただ、マイクロファイナンス事業に詳しく世界の貧困層に対する金融アクセス改善を目指すコンソーシアム貧困層支援協議グループが2010年12月10日に発表した報告書によると、マイクロファイナンスが交流を迎える前より、アーンドラ・プラデーシュ州では悪質な小売が足業者が多く存在し、 元より州内には多重債務者が多かったという事実もある。また、同報告書では同州におけるマイクロファイナンスに対する以下の課題点を指摘している。金融機関に対し信用調査と顧客ケアを行わせるために効果的なインセンティブの付与とスタッフ全員に対する訓練の必要性がある。情報の共有や信用審査の適切なコントロール、金利や 融資条件の透明性増大題、顧客に対し十分な情報を提供し、融資制度を理解してもらう必要性。また返済のための手段を明確化し、そのための適切な規制の必要性も出てくる。日本におけるマイクロファイナンスは公的給付、貸付と一般的融資の隙間を保管する、非営利、民間の貸付事業となっている。具体的には、 貸付希望者と相談を行い、家計や生活の見直しによって十分改善する場合や公的給付や貸付を利用する方が良い場合、可能な場合には貸付は行われず、本制度の貸付によって家計や生活が改善する場合に貸付が行われる。途上国、新興国のマイクロファイナンスとの相違点として、途上国、新興国については、 少学の事業資金貸付なのに対して、日本のマイクロファイナンスは、多重債務者や生活困窮者を対象とした生活者向けの貸付となっている。また、日本においては、途上国、新興国のように、グループ貸付方式は用いず、個人に対する貸付を行っている。マイクロファイナンス事業主体生活協同組合や NPO バンクが、 事業主体となっているほか、上記と同様かる維持の相談、貸付事業を行っている事業主体として、Q ファイナンス大阪、労働金庫や一部の信用金庫や信用組合がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。